すごい、なんかめっちゃ中途半端な時間からやったのにみんな来てくれてるやん。こんにちは。スイカ食べてる。今日めっちゃ暑いんでしょ。今日めっちゃ暑いんです。まださ外に出てないからわかんないけど、今日はラジオでござんす。手紙等の送り先はエライツ変わりないでしょうか。変わりないです。エライツ宛てに送ってください。贈り物はなんかさ、そろそろ冷やし中華とかそういうのが食べたくなる時期かね。勝手に思ってるんですけど。え、そんな暑いの今日もう。いいかな。あと1時間後には外に出る予定なんですけど、そう、半袖で行こうか。なんか羽織って、何か羽織って行こうか悩んでる。どっちがいいかな。わ、冷麺とかめっちゃ食べたいんだけど。冷やし中華食べてる人結構いるね。いいね。いちごのフラペチーノ飲みたい。あ、なんか気持ちはわかると思う。なんかいちごに限らず、なんかフルーツ系のフラペチーノ食べたいかも。わかる。もう冷やし、だってさ、沖縄はもう梅雨入りしたみたいじゃん。5月っしょ、まだ今。キュウリダメなので冷やし中華後です。キュウリ入れなければ食べれるよ。
梅雨やだな。梅雨ってさ、マジで気分上がらないじゃん。梅雨やだね。なんかさ、すっごい言おうとしたことがあるんだけど、なんだっけな。あ、そう、もうさ、今年からさ、多分さ、お祭りとかさあるよね、きっと。お祭りとかもうめちゃ行きたい。花火大会とかお祭りとかすごい。だって何年ぶりに行けるの、何年ぶりに開催されるのって感じじゃない？めっちゃ行きたいんだけど。もう今年はお祭りに行きまくろうと思います。そんぐらいお祭り行きたい。なお祭り、な屋台が好きなんだよね、祭りの。屋台が好きだから。え、かき氷、かき氷食べないかも。でもお祭りって気づけばかき氷を食べなくなってたな。お祭りって絶対食べるのはトウモロコシ。トウモロコシ絶対食べるね。トウモロコシが一番好き、お祭りのあれで。食べるけど、たまに食べない。半々くらいかな。リンゴ飴は。でもリンゴ飴も好き。あー、わかる。焼きそば食べたくなるね。なんか焼きそば、焼き鳥はね、なんか食べたいなっていう気持ちではいるかも、いつも。ないかも、お祭りで。ベビーカステラも食べたことない。ベビーカステラ
あんま食べたいって思ったことないかも。絶対お祭り行って食べるのはもうトウモロコシか、トウモロコシかっていうかトウモロコシだけだな。お祭り行って絶対食べるの今のところ。大好き。焼きもろこし大好き。焼きもろこし食べたくなってくるね。なんかお祭りの話してたら、でもさ花火大会あるよね、そろそろ東京は。花火大会ないっけ。なんかさ、隅田川花火大会とかさ、なんとか花火大会とかさ、なんかめっちゃ憧れ、すごい憧れあるから、なんか行ったことないからすごい行ってみたい。でもトウモロコシってさ絶対歯に詰まるくない？絶対歯に詰まる気がする。もう諦めてる私は歯に詰まったまんま、詰まったまんま、なんか後に爪楊枝とかで取る。ねえ、東京の花火大会マジで行ってみたい。隅田川の花火729だって。おお、全然先だね。でもなんか最近なんかないっけ花火大会の、なんか
ないか。沖縄トウモロコシたくさん取れるの？どうなんだろう、わかんない。沖縄トウモロコシの話あんま聞いたことないな。でもどうなんだろうね。安室さんの引退記念花火大会、今年が最後だってね。そうなんだ、今年で最後なんだ。あれいつもめっちゃにぎわってるんでしょ。私行ったことないけど。なんかさ、最後とかってさ悲しいよね。安室ちゃんが引退したのってでも結構前じゃないですか。今日はね、シーツを変えようと思ってシーツだけ剥がしたシーツだけ剥がしました。昨日はもう諦めてね、もうソファーでね、ソファー、もう最近ずっとソファーで寝てたんだけど、昨日はもう諦めてベッドでお風呂入らないまま寝たんで、もう洗濯するかって思って今日はちゃんと洗濯した。なんか外に洗濯物が干せないからさ、中あのお風呂場の中で乾燥機やってるんだけどさ、なんか私暖房でずっとやってたの。乾燥機暖房でやってたんだけど、暖房じゃなくてなんか乾燥ってやつの方が乾くよっておばあちゃんに言われてから乾燥にしたんだけど、なんか乾燥と暖房の違いがよく分かってない。初期乾燥機じゃない、洗濯機の。この早いんだろうね。確かにトウモロコシは北海道のイメージかも。沖縄のイメージはないな、トウモロコシ。いやー、トウモロコシ食べたい。初期乾燥機じゃない、洗濯乾燥機使ってる人さ、何でやってるみんな。モード的なやつ。何でやるのが一番乾くんだろう。乾かすのは乾燥で、温めるのは暖房。
じゃあ感想でいいのか。でもさ、前も言ったと思うんだけどさ、私シーベッドのシー使えるの本当に嫌いなの。シーツ変えるのめっちゃ嫌いだからさ、もう今日シーツ変えなきゃいけない事実が本当な泣ける。本当に嫌いなんだぞ、私もうシーツ変えるの1時間かかるから。この前ショールーム配信しながらやったけど、自動洗濯機なので乾燥ついてないです。え、どういうこと？自動洗濯機干さなきゃいけないってこと？もうなんかさ、全部さ終わらせてくれるやつがいいよね。なんか気づいたら乾いてましたみたいな。のが欲しい。だからドラム式洗濯機とか欲しい。式洗濯機とか超便利じゃない？25歳ぐらいになったらドラム式洗濯機を買いたいなって思ってます。なんで25かというと、もうさ、洗濯機のさ寿命洗濯機の寿命ってどれくらいなんだろう。この洗濯機使い始めて今2年くらい、もうちょいで2年経つくらいだけどさ、そんなでも洗濯機って10年くらいは壊れないよね。洗濯機ってどれくらいが替え時なんだろう。私畳むまでやってくれるやつはもうダメだね、最強だね。そういうのあったら10年は持つか。じゃあ30ぐらいになったらドラム式洗濯機欲しい。あと10年後。俺の洗濯機は寿命7年って書いてあるんだって。寿命7年がじわるんだけど、ウケる。寿命7年え、なんかさ、食器乾燥機じゃん。なんか食器乾燥機って言っちゃうんだけど、洗濯乾燥機ってさ、めっちゃ電気代食うんでしょ。よくわかんないけど、だってさ、来月からまた電気代上がるんでしょ。もうさ、破産よね、破産。ほんと破産なんですけど。どうやって生活しろって言うんじゃってぐらい電気代上がるくない？
大抵の家電も補修部品の確保は製造中止後7年まで。あ、そうなんだ。ってことはさ、リラがさ25ぐらいになったらさ買い替え時じゃない？19の時に洗濯機買ったから26か、26ぐらいの時になったら買い替えの時期に、買い替えの時期が訪れますね。うちの洗濯機製造日が2005年です。やばくない？もう18年ぐらい使ってない？よく壊れないね。素晴らしいやん。電気代沖縄すごく上がるよね。そうなの？いや、ほんともうだって電気代さ、もうここ最近で電気代倍だよ、倍。倍なんだけど電気代。去年の今頃と今。快適に動いてるんだけど、最近洗濯機探してます。でもね、いつ壊れるか分かんないね。今は快適でも、確かに探した方がいいね。冷房も暖房も使ってないんだよ。使ってないんだけど、多分洗濯、前はベランダで干せたんだけど今は干せないから、だからなんか、そう、なんか初期洗濯乾燥機使ってから、なんかめっちゃ高い。あとシンプルに最近電気代が高くなったから、そのあれでってのもあるね。高いのは。ね、ほんとシャレになんない電気代。今日はもう、ね、終わるから顔出さないでーす。待って、指がむくみすぎて、いつもつけてた指輪が入んない事件起こってんのよ。やばくない？今日はね、ちょっと用事があるんでして、用事行ってから行きます。確かに洗濯機ってね、サイズあるからね、難しいよね。なんかさ、うちのさ洗濯機もさ、前住んでた家でさ、なんかはまんなくて、サイズがでかすぎて、洗濯機がなんか大変だった。頑張ってはまった、もうはまったっちゃはまったんだけど、もうはまんなくて大変でした。
でもね、25ぐらいになったらさ、冷蔵庫も洗濯機も変えたい。25ぐらいになったらさ、ちゃんと自炊のするいい女になってたい。今はなんか一人冷蔵庫とか一人暮らし用の冷蔵庫だけど、25ぐらいになったら自炊をちゃんとするいい女の冷蔵庫になりたいね。なんか水しか入ってない冷蔵庫とかさ、なんか嫌だね。私の冷蔵庫一時期水しか入ってない冷蔵庫だったからさ、そういう冷蔵庫じゃなくてちゃんとね、素敵な冷蔵庫、素敵な食材がいっぱい入ってる冷蔵庫を目指したいですね。確かに水だけだったら冷蔵庫いらんよね。一生さ、なんかブレスレットがつけられなくてさ、困ってるんだけど。ねえ待って、ブレスレットが一生、ねえ一生つけられなくて困ってる。なんかさ、ずっとさ、なんかネックレスとか、 なんかピアスとかが興味ないんだけど、なんかネックレスとかブレスレットとかそういうアクセサリーは好きなのね私。でさ、ずっとネックレス、まあ、ネックレスは年中つけてんだけど、ブレスレット舞台の時外してたんよ。外しててさ、久しぶりにつけてみようかなとか思ってつけようとしてるんだけどさ、ブレスレットって外すのは簡単だけどつけるのめっちゃむずい。自分でつけると人がいたら人につけてって頼めるけど、あん、つけれそうでつけれない。待って、手つりそう。苦戦して今な8分ぐらい経ってる。
もう諦めようかな。いやだ、でもさ、今もう10分ぐらい格闘してさ、諦めるなんてさ、そんな悔しい話ないよね。なんかブレスレットもう一個欲しい。かわいいやつ。にゃー、やばい、時間がないよ。もうブレスレットつけすぎて時間ない。ね、もう諦めようかな。あー、もうやだ、無理無理。いいや、もう諦めよう。諦めモード、諦めました。ってことで、ちょっともう出ないといけないので、この辺でランキングを読みたいと思いまする。13位、あ、待って、危ない、ごめんなさい、なんでもないです。13位、ケロロさん、ありがとうございます。そして12位がオグリンさん、ありがとうございます。そして11位がたやきくん、アットマークリラン中、イエーイ、ありがとうございます。そして10位がガラパゴスさん、ありがとうございます。そして9位がジャーリングさん、アットマークシンガポールミューディー、ありがとうございます。そして8位が広瀬丸さん、ありがとうございます。そして7位が福くさん、アットマークリラン中、イエーイ、ありがとうございます。そして6位がごっちゃん、ありがとうございます。そして5位がキングスさん、アットマークリラン中、イエーイ、ありがとうございます。そして4位がアイスカフェさん、アットマークリラン中、イエーイ、ありがとうございます。そして3位が YK さん、アットマークリラン中、イエーイ、ありがとうございます。そして2位がとりあえずさん、ありがとうございます。そして1位がオロロさん、ありがとうございます。ということで、気づけば5時。待って、外28度ってめっちゃ暑くない？半袖で行こう。ということでね、皆さん、今日はラジオでしたけど、聞いてくれてありがとうございました。ではこの辺でさよならんりー、バイバーイ。